はい、どうも、おしです。今日はですね、味噌カツを買ってきました。味噌カツです。ほっともっと豚汁もあるよ。味噌カツを買ってきたんですが、あらかじめあれなんですけど、私多分あんま味噌カツ好きじゃない 味噌カツってミヤミヤやってないでしょ。私あんまね、味噌カツとか味噌煮込みうどんとかあんま好きじゃないと思うんですよ。触れ合いがないので、そっち方面まで。でもなんで買ってきたか、いやこれしかなかったというか、あんま食べたことないものだなっていうのも。いただきます。味噌だね。なんかこう味噌汁をぶっかけたみたいな味がしますけど、なんでカツをこの味にするのかなっていう、この味じゃない方が美味しいんじゃないのかなって思いますけど、まずくはないけどね。でも選べるならこの味付けは選ばないですからね。普通のやつの方がいい。ソースとかなんでこの味にしたかなっていう。ちょっと味噌じゃない方がいいんじゃないかな。なんか味噌ラーメンっぽいです。味噌ラーメンっぽい味します。味噌難しいですよね。なんて言うんだろうな。コクがあるけど。カレーとかの方がいいんじゃない。カレーとかの方がいい。まあそんなところ。